オキシクリにつけたことによって汚れを落とすだけじゃなくて消臭と除菌の効果もありますからね。今回はこちらオキシクリンを使ってお風呂の排水口の掃除をしていこうかと思っております。どうやって洗っていくかと言いますと、はい、こちらのバケツを使ってオキシ漬けをしていこうかなと思います。ということでこのバケツにですねお湯を入れますね。お湯の温度は50度に設定してきました。7までお湯を張りました。ではオキシクリンを入れていきたいと思うんですけれども、どのぐらい入れるかと言いますと、40度から50度のお湯4リットルに対してキャップ1杯とか書かれてますから7リットル入れましたんで2杯弱ぐらいですか、入れていきたいと思います。そしてですねパーツリーを入れていきます。お湯の温度がですね、少しでも下がらないように蓋をしていただければ少しですけれども効果は上がりますね。これで寄せておいて、この中もオキシ漬けしていこうと思います。はい、これはどのぐらいなんでしょうね。2リットルぐらいということであれば、キャップですね、半分ぐらいでいいのかな。排水側にもこう行くようにこう、ちょっと動かします。はい。では、このまま1時間ほど放置します。はい、あれから1時間以上経過しました。まず先にですね、こちらのバケツにつけてましたパーツ類から見ていきましょうか。オキシクリにつけたことによって汚れを落とすだけじゃなくて消臭と除菌の効果もありますからね。ちょっと汚れが残ってるところもありますね。仕上げにですねブラシ洗いを入れながら確認していきたいと思います。はい、ご覧いただいた通りパーツ類の方はオキシ漬け後の状態を確認しながら汚れがあるところはブラシ洗いを入れていきましたが、今度はこっちの排水口の方なんですけれども、ご覧の通り泡がちょっと出ていまして、この泡を寄せないとと言いますか、すすがないと中の状態をお見せすることができないんですけれども、オキシ漬けやる前の状態とほとんど変わらないと思いますし、せっかくですねここにオキシクリーンの洗浄液が入っている状態ですので、まだ1時間しかつけ置きしてませんので、この後夕方ですねお風呂に入るんですが、それまでですねオキシ漬けを引き続きしていこうかなと思いますので、この状態でパーツをですね戻していこうかなと思います。こちらの線もですねバスタブの方に戻します。あとは蓋をしてこれで終わりですね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。